購入した LINE スタンプの使い道がない。じわじわ来る。安物買いの銭失い。落下して頭打ってるやつは使い道ありそう。適当に返事するときとか欲しい。スーパーで8人。売れる。人身売買。特売品の人間だ。店長かな。そりゃ騒然だわ。婚活パーティーの受付が出口の場所しか教えてくれない。ゴーホーム。これはやばい。そんな顔すんなよ。そのまま U ターンしていただくとご自宅です。パピコはもともと一つだったんだけど、正義のパピコと悪のパピコに分かれてしまったんだ。お父さん。離婚の話はもうわかった。悪と正義のパピコとは？わかりにくい例え話してるな。悪のパピコ。で、どっちが浮気した悪のパピコなの？これがパパが言ってた自慢の庭？切ない。そんなこと言ってやんな。室外機と蛇口しかねえ。だ、大切なのは建物の方だから。二次会までは覚えてる。ちょっと飲みすぎちゃったね。二次会は遊具場。むしろ三次会。彼は錯乱、亀は散乱。この会社はイエスマンばかりだな。そういう意味じゃないだろ。イエスじゃねえか。裏切りにはお気をつけなされよ。キリスト三重士を連れてきたよ。ブレーキランプ5回点滅、まだ食えるのサイン。肥満予想図。きっと何倍食べても。何この T シャツ欲しい。ちゃんとブレーキかけて。わざわざサイン出さなくていいから。LINE で嫁に帰り遅くなるわって送った後の自宅の方角。激おこじゃねえか。こややべえわ。夕飯作っちゃったんだろうな。まだ晴れ渡るよりはマシ。とにかく硬そうな言葉。あずきバー。確かに。間違いないな。硬そうじゃなくて硬いんだよ。あずきバーはダイヤモンドより硬いからな。料理が下手。うまい下手以前の問題。料理の格好じゃないんよ。料理。でも解体は得意。電話が鳴ったら、すぐに出ましょう。3回以上鳴った場合は、しつこいと忘れずに言いましょう。ド直球。本音すぎる。かけた人は悪くないだろ。電話かけた人、出せぬ。てめえごときの年収で保険に入れると思うなよ。怖いわ。まさにゲドウ。アホラック。これアヒルじゃなくてガチョウだから。昨日助けていただいた札幌一番です。うまそうだなおい。塩ラーメンだな。どんな助け方されたんだよ。ごめんなさい、出前一丁のつもりで助けたのですが。見てませんね。どんな猫なんです？上。溶け込んでる。一瞬、わからなかった。ちょうど、その帽子みたいな猫ちゃんです。へぇ、タクシー。その足はなんだ？ノリノリだな。足を踏み込むときに重心が真上に来るようにしてる、武道家だな。そりゃタクシーも止まりませんわ。自由時間の女神。自由すぎる。あ、女神さんお疲れ様です。ちゃんと場所を選んで。自由時間に何しようと勝手だよな。果汁 100%。うまい。見える見える。お仕事中かな。銃弾がめり込んでる。スピード違反1万円。8のつく日は800円。下がりすぎ。ポイント2倍みたいに言うなや。元が高いよ。そんな簡単に値下げしていいもんじゃねえだろ。オランダ、ライデン大学。アリエンボイン教授。まずね、私目当てにご来場いただいた方への謝罪から始めます。アリエン。しかも男。もはや持ちネタやろこれ。私の体が目当てだったのね。NHK が来た。2万ドル払う。だっか？どんだけ滞納してたんだ。おのれ NHK。それ新手の詐欺やろ。初めて女の子の部屋に入った時。すうな。こらこら。吸引力の変わらないただ一つの。すれ違ったレベルでもこんくらいあるけどな。大学に入ったらやりたいことですか？合格した人に聞いてください。やめてあげて。かわいそす。ちゃんと落ちたリアクション取らないから。また来年頑張ろう。あの CM の、それおかしくね？と思うところを言ってください。メガネの上に座る必要があるのか。それな。たまに間違えて座っちゃうこともあるからね。メガネの上に座る人数4人に増えてて草だった。やっぱり像に踏ませないと。自分が手術される際に手術室で流してほしい曲。大改造、劇的ビフォーアフター。むしろ嫌だわ。匠の粋な計らい。なんてことをしでかしてくれたのでしょう。勝手にスケルトンとかにされそう。
栄一郎に崖で待ってろって言われた。何の用かな。犯人だ。フラグフラグ。心当たりないの？あいついつも待ち合わせ崖だよな。いいし、アーキーも。熱唱。ソウルを感じる。じわじわ来る。おいも。演技が上手。きなぁ。めっちゃ叫んでる。演技派なんこ。これ絶対噛まれてるだろ。カモンベイビーアフリカ。顔がムカつく。これは言ってる。おもろすぎやろ。そのままキレッキレで踊ってほしい。暮らしを見つめるのに疲れた。ライオンさん。お疲れさん。そうや、おはようからお休みまで見つめ続けてるんだから疲れるわ。ライオンズマンションの方かも。犯罪をゼロにするのは、無職になるのでやめてください。そりゃそうだけどさ。切実。これが大人か。警察は犯罪以外にもいろいろ仕事あるやろ。今回はコナン君の出番がなかった。スピード解決。現行犯で捕まってんじゃねえ。推理の入り込む余地ないもんな。本当にそれで解決したとでも思ったのか？宮崎敏郎。好きな食べ物はハンバーグ、カレー。ハンバーグカレー。でしょうね。そ、こんなので。子供か。なんか腹減ってきたわ。週刊。500円で1週間乗り切る方法。価格、670円。しかも週刊かよ。買ったら乗り切れない。初期投資だから。もともと500円じゃ買えないからセーフ。ご主人様にご主人様がいた。ちょっと引いてる。ご主人様のご主人様に鞭でぶたれているわん。ありがとうございます。ありがとうございます。ご主人様じゃなくて女王様なんだよな。十円玉さんがプロフィール画像を変更しました。違うだろう。見え張んじゃねえ。平等院法王道、ゲセヌ。50枚貯まったから500円に両替されたのか。今日は彼と会うの。お父さん何してんのよ。お父さん美人じゃねえか。彼？俺も可愛くなりてえ。娘さん、お父さんを僕にください。徐々に売り上げが伸びた。こういう遊び心好き。白スーツがないじゃん。右はキラークイーンかな。キラのネクタイだったら速攻購入するのに。こたつを求めて出て行った猫が、たくましくなって帰ってきた。たくましすぎるわ。種族からして変わってるやろ。お前に何があったんだ。それでも狭いところが好きなんだね。このホテルでお前を作ったんだ。知りたくない。子供に何言ってんだ。真剣に聞いててくさ。せめてもうちょっとオブラートに包めよ。タクシーがチョキ出して去っていった。なんだと？切ない。久々に増えた。なんで負けたか明日までに考えといてください。じゃがいも、ごぼう、こんにゃく入り、と。思うじゃん。うぜえ。じゃあなんなんだよ。実はコーンポタージュ。入ってるように見えるじゃん。これ、イメージなんだよ。いいか、打てとい。あちゃー。早い早い。言いましたよね。交戦開始じゃあ。校歌に校長のソロパートがある。この学校に赴任するの嫌だろうな。今日も校長、絶好調だな。周りを想像して増えた。衣装もキメキメやんけ。家主が帰宅したのを確認した NHK 職員。ピンポン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 。悪い顔だな。佐川です。はいガチャ。NHK の佐川と申します。一塁側。ジンバブエ。おかしいだろ。鹿児島。ボールの飛距離がインフレしてそう。鹿児島県ジンバブエ市。鉄や？してませんよ。目、真っ赤や。金銀やないか。虎鉄は確実だな。あんま無理すんなよ。映画館に途中から入ってくる迷惑な客。いるいる。モックモフだぜ。ライブでもあるある。逆に自分がトイレ行きたくなった時とかめっちゃ困る。相手を気持ちよくさせる相槌。さすが、知らなかった。すごいですね、センスいい。ソクラテスの生まれ変わりかよ。センスが独特すぎる。伝わりにくい。相槌のレベルじゃねえな。つまり何も知らないってことですか。ちはやふるー。カルタじゃねえよ。確かにそれっぽいけど。競技カルタはスポーツだもんな。世界大会かな。さてじいさんは芝刈りに行ったことだし、この世の汚れどもを洗濯するかねえ。顔。ババアやるな。必殺仕事人ですね。じいさんは芝刈りに行ったんでしょ。と。バッチリ。ひどい。ただの被害者。とバッチリのレベルじゃない。最前線なんかにいるからだろ。
頭を引っ叩かれた後はこんな感じいいのぞー。ピヨってる。小鳥飛んでるパターンもあり。漫画によくある光景。早く戻らんと投げられるぞ。ささやかなテロ行為を教えてください。牛乳を飲んでる子を笑わせる。やりました。給食の時よく吹いたわ。自爆テロじゃん。それされたせいで、女の子泣かせちゃったじゃん。山崎パン、最後のパン祭り。皿もらわなきゃ。頑張って点数集めないと。どうせ終わる終わる詐欺やろ。うちの近くの靴屋も毎年閉店してるわ。こう見えて未来のすごい家電です。どんな家電か説明してください。NHK が映らない。素晴らしい。目の付けどころがシャープだね。それでも受信料の取り立てはやってくる。未来でもまだ NHK に悩まされているのか。たかし、冷蔵庫にチャーハンが入っています。チンして食べてね。はは。追伸。今レンジが故障しています。どうしろと。母ちゃんお兄。じゃあ、チンとはなんぜ。レンジがなければフライパンを使えばいいじゃない。ここはどこ？私はハゲ。自己紹介。ただのハゲ迷子。なんか好きだわ。問いかけじゃなくて確信してるとこ好き。もう、観念して車検行くわよ。やだ。かわいい。めっちゃ嫌がってるなこれは。高軸調整で手を突っ込まれると痛いんだよな。たこ焼きにかけたかつお節。発想力よ。なぜそれを表現しようと思った？舞台ならありそうな表現。この動きは焼きうどんだろ。マグロを抑える人、包丁を入れる人。でもお高いんでしょう？という人。そういう姿勢。マジで言ってそう。いらねえ。実際何してんだよこいつ。昨日助けていただいた、笑って拭いた牛乳です。どういうことだよ。助けるとは？全部吸い取ったりしたのかも。助かってるようには見えんが。食案行かずに一日中ネット。悲劇の王子。自業自得じゃねえか。パンがなければ、ポテチとコーラ。ある意味まとおいてる。親切な人。拾った財布を交番に届ける。電車で老人に席を譲る。電車で拾った老人を交番に届ける。合わせんな。全部の世界よ。おい財布はどこやった？ついでに席も死守してるぞこいつ。やっぱり無理です、院長。早く電気代払ってください。そりゃそうよ。最初から気づけ。患者もよく手術受けようとしたな。そもそも電メスアウトじゃん。水泳の田中、卓球の山田。洋服の青山。確かに着てるけどさ。ならせめてスーツ着せてやって。なんで俺だけって顔しとる。後ろには小中も青木もいるぞ。サーファーの。雰囲気の出し方。これは雰囲気出てますわ。うぜえ。バトンリレーにも見える。腰は低いからセーフや。盗塁。取ったどう？やめや。違うそうじゃない。元の場所に返してきなさい。頼んでおいたチュールが全部キャンセルされてる。ぐぬぬ。随分貫禄のある猫ちゃんだ。悪そうな顔しちゃってまあ。今度は自分のアカウント作っとこう。お悔やみ欄に自分が載ってる。同姓同名かも。生きてることを悔やまれてる可能性。遺族の話、孫思いの優しいおじいちゃんでした。成仏してくれ。賢いゴリラにできること。野菜炒めを作る、水彩画を描く。結果発表。浜田じゃねえか。完璧に音声が浮かんだわ。あまり賢くない気が。ゴリラのこと浜田って言うのやめろよ。待ってくれ、予防接種だけは、予防接種だけは嫌だー。どんだけ注射嫌いだよ。子供か。でも採血なら許す。いくつになっても嫌なものは嫌だよな。ミニチュアダックス布団。つやー。なんちゅうかわいさ。お料理いいね姿だ。うちにもこのお布団ください。人数分買ってこいって言われた。違う、そうじゃない。顔が。仕事できないやつか。倒れるぞ。レジ機が新しくなりました。あ。タフタしております。ご了承くださいませ。かわいい。ちゃんと操作覚えて。正直すぎる。開き直るんじゃないよ。もう落とすなよ。逆逆。おまわりさんかわいい。優しい世界。女の子、ありがとうございます。だろ。泣く子も黙る地元最強の。ベビーシッター兄弟。かっけえ。いい奴らだった。黙る子も泣くの間違いでは。ミルクは人肌の温度だ。忘れるんじゃねえぞ。トイレ間に合った時の脳内。いい笑顔。お花畑。
気持ちはわかる。地獄から天国だよな。かき食えば、腹が鳴るなり、食あたり。これはお上手。ありそうな潜入。綺麗だけど汚い。まあライオンになるのが先だぞ。一階にいる嫁が怖い。ビビりすぎだろ。怯えすぎててわろた。でもトイレには行きたい。嫁が怖くて仕事にも行けない。乗り捨てされたヨッシーが谷底で見つかった。やめろや。切ない。まあ私もやったけど。みんなが一回はやるからしゃあない。マリオたちの骨もある説。もう、ついてくんなって言っただろ。うちでは買えないんだよ。プアーン。森へお帰り、東武線。ね、いい子だから。悲しいな。電気代大変そうだもんな。肘をぶつけた瞬間のレントゲン写真。痺れるやつか。ファニーボーンだっけか。その時肘に電流走る。そう見えてくさ。プライベート。ないやん。確かにないわな。軍隊はそっすね。常にみんなが見てる。なんで関西弁。家から海パン履いてきて帰りの分のパンツを忘れた。あるある。やっちゃった。誰しも一度は経験するよな。男ならノーパンでいけるって。世田谷育ちのグルコサミンを注文したいんですけど、コールセンターに直接電話を持ってこられる方はお客様が初めてです。何のための電話だ。そりゃ初めてでしょうね。今すぐに欲しかったのかもしれない。だが断る。ここでこうしてると、銅像が立つと聞いてきたんですが。そういうのは狙ってやるもんじゃないぞ。賢い子だ。これから何十年と続けないとな。そんだけ喋れるなら何もしなくても銅像ぐらい立つだろ。牛乳は太りやすいってほんと？牛乳は太りません。太るのはお前です。確かに。ひどい。言い方きつくてくさ。正論やめー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。